では次の方、前へお願いします。現代政策学部1年奥村隆弘さん、紹介する本は池井戸潤作銀翼のイカロス。奥村さん、準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。ではスタート。皆さんこんにちは。自分が紹介する本はこの銀翼のイカロスっていう本で、お二方が紹介した本とは違って小説なんですけれども、書いた人は池井戸潤さんで、結構聞いたことあるっていう人もいると思うんですが、半沢直樹とかそういう下町ロケットとか書いてる人で、まあ自分その2作品ともドラマとかで見たんですけれども、すごく面白くて、それで本でもちょっと見てみたいなと思ったので、読んでみて紹介したいなと思い参加しました。この本を紹介する前に作者の紹介で、その半沢直樹を書いて、その半沢直樹から続いた先のところをですね、この本を書いてました。内容はまた、銀行から一回出向になったんですけれども、また銀行に帰ってきて、でそこからまた、帝国航空っていう飛行機の航空会社が経営がちょっと難しいということになって助けたいんですけれども、なんか問題になっていて、で政府の側からもその再建のチームっていうのも作っていて、でそのチームから銀行になんか提案されたのが500億円の、再建の放棄っていうので、その再建放棄っていうのは500億円の借金をパーにするみたいな感じで、それはさすがにやばいなって自分でも思って、でそこからなんでこうなったのかっていうのを半沢直樹とかがその仲間と一緒に探っていくわけなんですけれども、その探っていくところがなんか隅々まで探っていて、その上の人の知り合いとか、あとはその後輩のまた知り合いとか、銀行以外のところでもどんどん活動していて、もうこの人銀行員なのかなって思うぐらい活動範囲が広くてすごいなという思いがあります。で、あと、内容としては自分はちょっと難しくて1ヶ月か3週間ぐらいかかってしまったんですけれども、多分本が好きな人は絶対2週間とかでスラスラって読めちゃうと思います。で、その再建放棄とかそういう難しい言葉とか結構出てくるんですけれども、ところどころその説明がちゃんと書いてあるんで、まあ難しいと思ったけれども、なんかあこういうことなんだみたいな風に読み返すことができました。あとは登場人物が結構多くて、この人ってどういう役割なんだろうみたいなことがあったんですけれども、最初の方のページにその人物の相関図っていうのが書いてあって、ちゃんと読み返せば分かるようになっているんで、そこはちょっと安心しました。何回も振り返ったんですけれども、ちょっとあーみたいななったんで、まあこれはすごく助かりました。それであとは、自分小説とかあんまり読まないんですけれども、なんかこの本だけはちゃんと読めて、中学の時にもこの池井戸潤さんが書いた7つの会議っていう本があって、それもちゃんと受験前で読まないといけないのに全然読めなくて断念したんですけれど、今回大学で池井戸潤さんの作品あるかなと思って大学で調べたらあったので、で下町ロケットの本もあったんですけど、次借りようかなって思ってます。でこの銀翼エネイカルスを読んで、全部ちゃんと読めてすごく面白い作品だなって思いました。あとは他にもそのルーズベルトゲームとか、ゲームジンさんが書いているので、そ
その本とかもちゃんと自分で読んでいきたいかなというふうに思っています。あとはドラマとか出た人たちもちゃんと出ているので、あ、この人懐かしいみたいな、自分と半沢直樹読んでたので、そこで懐かしいなって思ったところがありました。で、あと代名詞の倍返しっていうのもちゃんと出てくるので、期待して自分も読んでて、あ、出てきたみたいな感じで面白く読むことができました。で、その、まあ、上との戦いっていう風になってくるので、まあ、どうやっつけていくかっていうのがすごく面白かったです。はい、2分間のディスカッションタイムです。手を挙げ座ったままでいいので大きな声で質問をお願いします。はい、どうぞ。本のタイトルの由来とか教えてほしい。銀翼っていうのは多分その帝国航空の航空会社のことだと思います。でイカロスっていうのはまだ自分もよく分かっていないので、すみません、ちょっと調べてみます。じゃあ、くれんの。その、あの、読んだ中で一番なんていうか引きつけられた文章とかってありますか？あ、文章はないんですけれども、その場面でその上の人と半沢直樹が戦っているところがもううわーみたいな、どんどん自分も本に入り込んじゃってすごいなみたいな、何ですかね、その戦う場面が想像できて、それで何ですかね、想像できるっていうのがありました。はい、どうぞ。一応ドラマの半沢直樹では最後の方で大和田常務を勝ったというのがありましたけど、その銀翼のイカロスでは半沢直樹はまた出航になるということは、出航になることはないんですけれども、その帰ってきて銀行でまた新たな問題が発生するみたいな感じで、それでまた解決して、また出航みたいなことはないでしょうか？それはないですね。はい、では、最後の質問させていただきます。その本っていうのはこの前のシリーズの半沢直樹とかを読まないとちょっと分かりづらいという、いや、それいうことではなくて、全く新しい半沢直樹みたいな感じになっていて、しかもその銀行でまた新しい事件が発生するみたいな感じですね。はい、では以上とさせていただきます。奥村さん、ありがとうございました。